何のために生きてるか分かりません毎日がつらいです人生を無駄にしてる気がしますこういった問題を抱えてる男が今たくさんいる俺もそのうちの一人だった特に大学1年2年の時毎日が憂鬱だった何のために生きてるか分かんないどん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 時間を無駄にしてる自分にうんざりしてたこれって結構最悪なフィーリングなんだよねでそんな自分を現実逃避して、ね、瞬間の快楽に浸るでそれの繰り返しいや正直言ってマジでクソだった 自分自身をゴミだなって思うことぶっちゃけ辛いってうん本当に自分のことが嫌いだったその時でそんな自分に嫌気がさして俺は自分を変えることに決めたで今では大学1年2年だった時の自分と比べて人生の質が100倍増しうん100倍良くなったと言える毎日が楽しい自分の将来にワクワクしてる自分の人生にワクワクしてるこの状態で生きることができるのって マジで天と地の差だと思うんだよ。だからこそ、今、過去の、俺と似たようなところにいる人たちには、恩恵で変わってほしい。自分の可能性を信じてほしい。俺には無理だいや、そんな風にならないで、どうせ時間は過ぎてくんだから、どうせお前の人生は進んでいくんだから、できる限りのことをやって、光を目指して、進んでいってほしいんだね。だから今回の動画では、人生を100倍楽しくする方法、人生の質を100倍上げる方法について話していきたいと思う。 一つ目ね、新しい挑戦に出る。いい。毎日が同じことの繰り返しになってる人。日々の生活に成長要素がない人。いや、これはつまんなくなるんだって。うん。だってワクワクしないじゃん。自分の将来に対して、自分の成長に対して。成長が起きない状態で生きてたら、らそれはつまんないんだって。で、何よりも楽しくするのは、その真逆のことなんだよ。新しい挑戦に出る。ね。その新しい挑戦に出る瞬間、出てるとき、間違いない。一番楽しい。 うん、今俺は新しい挑戦に挑戦してる、ね、男磨きハウスちょっと資金集まるか分かんないけど集まんなくても自腹でやる、うん、新しい挑戦リスクポッドキャストチャンネル新しい挑戦リスク、ね、機材にももう約50万、ね、スタジオ含めて100万かけるつもりリスク新しい挑戦マネージャーを雇ったリスク新しい挑戦カメラマンも雇ったリスク新しい挑戦けどここ最近で俺は今一番楽しんでる 一番自分の将来にワクワクしてるなぜかというと何も変わらない毎日の生活に変化が加わってるからそしてより自分を成長させる要素ってのを含めてるから想像するだけでワクワクするんだよね自分の将来をもちろん失敗する可能性はあるよでもそれも含めてワクワクするんだってただこれがじゃ一切変化は加えませんずっとこのメインチャンネルやり続けますもちろん動画投稿はするけどそれ以外に何も挑戦に出ません飽きるって <laughs> 実際にもう飽きてたんだよね、俺結構。みんなのために動画作って、それでね、いろんな人の人生変えて、すごいやりがいはある。ただ、ずっと同じことの繰り返しでも飽きるんだよね。ねそれこそ、動画のネタだってさ、そんな言えることには限りがあるわけじゃん。同じことずっと言ってても飽きるわけよ、俺も。で見てる、お前らも飽きるの知ってるから。うん、だからリスク取って、何か新しいこと始めなきゃいけないわけよ。いいずっと同じままのジョージでは言ってはいけないんだよね。 それは自分のためにもそうだしみんなのためにもそうだしそのままの自分いつも通りの自分常にずっと一緒ではよくないんだってワクワクしないんだよねだけどこのコンフォートゾーンから抜け出してちょっと怖いようなこと ちょっと自分にとって失敗したらどうしようって思うようなことに挑戦することそれこそがお前の人生をより豊かにするお前の人生の質を何倍にも上げるだってちょっとリスク取ってることによってお前はより頑張るようになるじゃんお前よりそのことに対して熱中するようになるじゃんそれは何かに熱中している時の方が何に対しても熱中できてない時と比べて楽しみに決まってんじゃんうんそれを今俺は感じてる超楽しみね男宮岳志ね、資金集まってないけどそれでも超楽しみ これで多くの人の人生をいい方向に導けるかもしれない。日本から連れてくる人の人生を、ね、自分の手で変えることができるかもしれない。超面白い、超最高なコンテンツを YouTube にアップできるかもしれない、ね。TikTok でバズるかもしれない。そんなことでもいいんだって。楽しみよ、それを考えるだけで。このワクワク感、このうわ、楽しみだって思えること、そういったものを見つけて取りかかる。ちょっとでも自分がワクワクするなって思えるようなことがあったら、 躊躇せずやれ。ビビってんだよ。やれって。いい人生は一回きり。当たり前のことだけど、人生は一回きりなわけよ。今そこで躊躇してビビって、お前がやろうとしてることをやってなかったら、それは時間は過ぎていくわけよ。で、後悔だけ残るんだよ。そんな受け身な人生、そんな、なんていうの後ろ向きな人生。何が楽しいのお金がもったいないです。いや、お前の人生がもったいないって、やりたいことやってなかったら。いい躊躇せずやれ。 もちろん今の現状のままコンフォートゾーンが一番ね気持ちいいんだよ。ぬくぬくしててん何も起きないから楽しいな気持ちいいなうん気持ちいい <laughs> 長期的に見ろってお前は瞬間は気持ちいいよそっちの方がね瞬間は気持ちいいよけど10年20年30年して自分の人生を振り返った時にどう感じるかどっちが気持ちいいリスク取ってやりたいことに挑戦した自分と ぬくぬくとコンフォートゾーンの中で温まってるやつどっちが気持ちいいどっちが気分いい振り返った時自分の人生を短期的に考えろ長期的に考えろだからそこね新しいことに挑戦するもうそれ単体だけでもこのビデオ終わりにしてもいいうん <laughs> 100倍お前の人生のクオリティ上げるからうんそれ以外でも俺が過去今までの人生振り返ってきて一番ワクワクしたなっていう瞬間はサッカーやった時だね、うん、サッカーの大会の前の自分ワクワクしてた 打ち抜いて一発スーパーゴーパゴル決めてやるもう想像するだけでワクワクしてるんだね。で大会っていうのは挑戦なわけじゃない、そういう要素があるんだね。コンフォートゾーン外なわけなんだよ。いや、そりゃあ、あの時振り返って楽しかったなって思えるよね。イギリス行った時もそう。いろんなサッカーチームにメール送って練習参加させてもらって、それでチーム加入して、そのチームでの初練習、初試合、初大会、初ゴール、何もかも。てて自分にとっっ新しかったかたら 超楽しく感じた今振り返ってみてもやってよかったなって思えてるやった自分に誇りを思えてる、ね、その後サッカー選手としてはうまくいかなくて失敗したけどそれでも誇りに思えてる挑戦したことにこれが大事なんだよこれがお前の人生の質を何倍にも上げるから間違いないって挑戦することちょっとでも自分の頭の中にやってみたいなっていう何かに対するアイディアがあるんだったらやれ失うものは何もないよあったとしてもそれは思い込み そんな大したものじゃない。うん、お金がなくなってる、どうしますか取り返せって。取り返せばいいんだ、お金なんて。いいやれって。これはマジで強調しきれない。新しいことに挑戦しろ。自分のコンフォートゾーンの外に出ろって。次。俺が人生めちゃくちゃ楽しいなと思ったときに、必ずあった条件。仲間がいる。これ結構俺、ここまでの動画であんまり強調してこなかった。あんまり喋ってこなかったこと。 仲間の重要性正直言って今俺ここまでの自分の、まあ、ビジネス YouTube いろんなの含め全部自分でやってきた全部一人やってきたもちろんそれは新しい挑戦だったしその自分の成長が見えたものだったからやってきてよかったと思ってるし超楽しかったただ今俺はチームを抱えてるマネージャーがいるカメラマンがいる動画編集者がいる TikTok の切り抜き師がいる自分のビジネスを拡大させるためのチームがいる楽しさのレベルが違うんだよね一人で黙々とやってた時と比べてもちろん大事だと思う一人で黙々やる時期も だけど、仲間を作って、一緒に戦う。ね、サッカーの時もそうだった。ね、大会前。仲間と一緒に戦う。仲間と一緒に新たな挑戦に出る。楽しいんだよね。一人でやるより楽しい。分かち合えるんだもん。自分の結果もそうだし、喜びもそうだし、達成したこともそうだし。ね、もちろん一人で、ね、達成すること、成長することも楽しいけど、チームで一丸となってやる努力ってのは、また、レベルの違う。 充実感な気がするだから自分が今頑張ろうと思ってる分野挑戦しようと思ってる分野仲間探せってアカウンタビリティパートナーでもいいし一緒に頑張る仲間でもいいしちゃんと記録を何伝え合う仲間でもいいし仲間作るって一人でやるのもいいけど仲間がいた方が楽しいよそしてその仲間とはたくさん連絡取れってね週に一回ちょろっと LINE するだけじゃなくて電話しろって顔を合わせろって週に一回 g o トレ行けっていい しょうもない自分が見せれない状況を作れって。今俺はまさにその状態にいる。しょうもない状態見せらんないもん俺、マネージャーに。しょうもない状態見せらんないもん自分のカメラマンに。はいじゃあ今日撮影ですって言って。おはようございます。すみません、睡眠不足です。全然、今日ちょっとょテストローティーです、ローティー。そんな状態見せらんないもん。だから全部オンポイントになっていかなきゃいけない。自分の成長を加速する。自分の成長を加速するイコール自分の成長が目に見えてくるな。何よりも楽しいってこれが。いい 仲間を作って報告し合う連絡取り合う顔を合わせる約束をするこれお前の成長に何倍もメリットをもたらすし行動してる分楽しくなるんじゃないかと思う熱中するようになるからさっき話したポイントに繋がってくるけどこの2つだね何よりもでかいのはでこの2つがあるからこそ俺が過去の動画で何千回も繰り返し言ってきた睡眠食事運動テストスラム上げる朝早く起きるやることをやるこういったことも必然とできるようになってくるそりゃそうだよね新しいことに挑戦してんの 新しい仲間がいるんだもん。自分の将来てワクワクしてんのもん。物事に熱中してんのもん。まあ、そういう風にして、新しい自分を常にアップデートし続けたら、それは人生のクオリティ上がるって、人生の質上がるって、人生の楽しさ上がるって、関わる人間の質上がるって、それお前自身のレベル上がるって、で、お前自身のレベルがあったら、お前が引きつける人もレベルも上がるわけよ。引きつける女性のレベルも上がるわけよ。何もかものクオリティが上がるんだよ。俺はこれが人生のクオリティを上げる方法、楽しさを上げる方法。 面白くする方法ななんじゃないかと思うで今うまくいってない人ねそれこそ過去の俺と似たような状況にいるんだったら俺は変わるって覚悟を決めろってそっから始まるからそして新しい挑戦に出ろって新しい仲間作れってそういった行動に出てったら必然とお前の生活習慣を見直されるしょうもない自分でいられなくなるんだもん <laughs> しょうもない自分でいられなくなるよ、まあ、そんな感じかなで最後に男みや宅ハウス今資金が 足りてませんで、このクラウドファンディングは350万が目標なんだけど、達成しなかったら1円ももらえないんだよね、全て返金される、まあ、なしになるんだよね、この企画、クラウドファンディング上では。だからも完全にもう自腹でやるってことになるんだけど、まあ、自腹でやるってなったら、その分、規模は小さくなると。で、そこでみんなにあのこの、ね、企画の規模をより豪華なものを見たい、より面白いものが見たい、ね、この企画を大成功させたい、ね、そう思ってもらえるのなら、まあ、まだ締め切り期限まで20日ぐらいあると思うから、ぜひ。 ご協力のご検討をお願いいたします。で、概要欄のリンクから支援の方できるんで、めんどくさいのはわかるけど、やってもらえればなって思います。まあ、ぶっちゃけこんないい企画、フルのポテンシャルを発揮してできないかもしれないっていうのは、正直結構残念、うんで。ぶっちゃけ見てるみんなも残念な気持ちになるんじゃないかと思う。このクラウドファンディングがうまくいかなかったら。まあ、だから、めんどくさいのは分かってるけど、少しでも支援してもらえたらなと思います。来てときこそ やらなきゃいけないことやろうぜじゃあ